二十四番、二十五番は、自動詞と他動詞のペアです。文法のところで、詳しく勉強します。ここでは、簡単に。自動詞は。おうと、一緒に使えない。他動詞は。おうと。一緒に使う。ということを覚えましょう。例えば。 ドアが開くドアを開けるこのような違いです自動詞の開くはドアが自動で開く状態を表します他動詞の開けるは人の動作を表します 今回の語彙ではこのようなペアがたくさんありますので皆さん自動詞と多動詞を区別して覚えましょう26番27番28番は消える、る、る、治治です。これらの動詞は全部自動詞です。 火が消えた。時計が治った。風が治った。火が消えた。時計が治った。風が治った。 これらの単語の他動詞は勉強したことがありますが皆さん覚えていますかはい他動詞はこちらです。 消す「直す」「直す」